お疲れ様です。今日は久しぶりのギター弾き語りなんですが、ずいぶん前にですね、いただいたリクエスト、やばい T シャツ屋さんという方々の肩ハブアグッデイという肩幅について熱く語られた曲です。知らなかったんですけれども、とても肩幅の広い楽器職人さんからいただいたリクエストで、ね、もう年内にはもうどうしてもやりたい、やんなくちゃって思ってたんですよ。やっとやっとできますね。いや本当お待たせしてすいません。もうクリスマスイブです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。というわけでね、久しぶりのギター楽しくて、この熱い歌をね練習してたらですね、顔が真っ赤なんですけれども、皆さん、少し、お付き合いください。行ってみます。原曲キーの5個上げ。肩幅が広い人の方が、肩幅が狭い人よりも発言に説得力が増す。人の方が肩幅が狭い人よりもみんなから支持される。肩幅が広い人の方が肩幅が狭い人よりも発言に説得力が増す。肩幅が広い
で今日もね一発撮りなんですけど、もう久々にギター弾いたから指がもうヒー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 言ってましたが、いかがだったでしょうか、楽器職人さん、リクエストありがとうございました。良きクリスマスを、ね、クリスマスっていうイベントですからね、皆さんの宗教とか関係ないんじゃないかなと思いますよ。はい、今日もありがとうございました。またね。